こういう感じです。クロスも6分。外側から巻いてクロス。はい、こんにちは。こんにちは。森です。太郎です。ゆきたろです。あっちです。こんにちは。初回を、はい、もう知ってる人は知ってると思いますが、全日本チャンピオンの松井俊秀選手でございます。なんかすごい人が来てしまってちょっとお知り合いなんですか？あ、そうです。もう俊が中学生の時からここで一緒に、はい、あの所属だったんで。そうなんですか。最近のアメリカのフューチャーズという世界大会。フューチャーじゃないよ。フューチャーズ、あ、チャレンジャー。あ、ごめんなさい、チャレンジャー。チャレンジャーで優勝してんの？そうそうそう。やば。なんで？チャレンジャーで優勝。おめでとうございます。しかも今年40歳。はい。40歳でフューチャーズのチャレンジャー優勝ですよ。ほお。世界でも類を見ないアホという。あれ結構甘い。あれなんですか、日本海外の試合に結構出たりとか、日本に出たりとか。ほとんど海外。だから太郎くんとは初めて出た時は国内大会。国内大会レジーナの頃、ね、福島の時ね。はい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 。その時はね、車でね、車で一緒に行って、ね、淡々と俺は先に負けて淡々と都市は決勝戦まで。へー。じゃあ今日はちょっといろいろと見せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もそうなんですけれども、はい、やっぱり質問だとか、あの多くの人が気になるのがやっぱりフォアハンド。すごくバーンと打ちたい、はい、ただバーンと打ってもやっぱりアウトしてしまう、ネットしまう。やっぱりこうスピンをかけてしっかり打つっていうのが基本だったりするんですか？僕らそのスピンをかけようとか、はい、そういうふうにはあんまり思ってないですけど、ただ一般の方を見てると、はい、やっぱスピンをかけたい。そうするとこう止めるとか、なんかブラッシングとか、なんかいろんなコーチに言われて、いろいろ迷うところなんですけど、はいはい、まあ、これ一つので、はいはい、僕はスピン、こうボール来た時に、はい、まあ、皆さんこういうふうにスピンかけますよね。じゃなくて、ちょっと外側、ボールの外側をかける、擦るように、こう普通に下から上にっていうのが、まあ、物理的なこうなんかそういうパターンが多いけど、はい、ちょっと外側をかけてあげるっていう風にすると、うん、すごくコートに収まりが良くて、例えばダウンザラインだったらサイドに切れないとか、うん、クロスだったらクロスにもっとグイーンっていきやすいとか、うん、それをまっすぐにこれとにかくかけようかけようだと、はい、まあストレートだとちょっと右にずれちゃったりとか、うん、クロスあんまりいかなかったりとか、うん、威力的にもちょっとこうアウトをなんかまともに当たりすぎちゃったりとかして、アウトしちゃったりとか、ちょっと外側を意識するとボールが結構コートに収まりますので、外側をこうかけたりとか、こうじゃなくてボールが自分のとこ飛んできたら受けれるこの感じとか、はい、外側からちょっとフックみたいな感じ、こういう感じで、外側からこうするとストレートも抜けない、クロスも抜く。ストレートも切れない。
滑れるストレート、要はスピンをかけようとしちゃうやつ、はい、だと、こういう感じですね。ちょっと、まあ、これもかかってんだけど、外側じゃなくてこういう風に出ちゃってる、うん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 、これはストレート横にずれる可能性が高くなる、こういう感じです。これをこっちからかける、大げさに。これをこっちから外から巻いてあげる。で外から巻いてクロスコートも一緒で、ここでかけようかけようとするとなかなかクロスいかないです。はい、なかなかクロスいかない。かけようかけよう、これクロスいかないです。で外側から巻いとクロス、まあ、僕は結構ストレートが横にサイドアウトを切れるパターンが多くて、でしっかり、まあ、もともとちょっとフラット気味なんで、はい、なんか余計そのフラット気味でスピンをちょっとかけようとするとこういう、なんていうの、まともに当てちゃうパターンになって、調子が良くて本当にもうぴったりはまれば綺麗ですけど、ちょっとこうオフバランスだったり、ちょっとこうなんですか、緊張した時とかはやっぱサイドずれちゃう、そのサイドミスを防ぐためにも外側からいけば多少内側に入っちゃうかもしれないけど、しっかりスピンが縦回転かかってればまっすぐに